ますポン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 とペロペロポンです。今日は誰でもできるお団子のくるんってやつをやっていこうと思います。まずね、耳より高い位置でツインテールをするの。はい、じゃんこんな感じ。やば少女みたい。そしたら内側だけ残してちょっとだけで、他のこのたくさん取った方を三つ編みにしていきます。そしたらね、こんな感じ、ストレートの髪と三つ編みの髪が2個あるって感じ。そしたら逆側も同じ感じでやっていきます。できた。何日目かの春日みたいそしたらこのアメピンで三つ編みの部分を後ろからぐるっと一周させます。そしたら後ろから止める、ギュッて。そしたらね、このお団子の下の部分が浮いてるから地面にくっつけて、そこをピンで刺す。そしたらこんな感じ、お団子からねピョンって出てる感じ。逆側も同じようにやっていきます。この三つ編みを裏から、裏からっていうか下からって言った方が分かりやすいかな、下から上に持ってきてこの先っぽを止める。そしたらこのね、下の浮いてる部分を地面にくっつけてピンで止める。はい、そしたらこのピヨンって出てるやつをちょっと巻いていきます。このね、アイロンとかコテに巻きつけて下にくるくるって。できた。じゃーん。そしたらこのくるんお団子の完成です。やった。なんかね、手が込んでるように見えてね、これ結構簡単だからね、おすすめ。ペロみたいなボブの長さでも全然できるし、髪が長ければ長いほどね全然やりやすくなるから、ぜひやってみてください。よかったら高評価ボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローもお願いします。またねー。